竹雄くん、寒くないの？え、全然寒くないよ。真冬でも半袖半ズボンの男子がいる。ゆうた行くぞ。う、ちょっと男子、ちゃんと掃除してよ。ふざけている男子を注意する女子。おい竹雄、荷物多すぎだろ。全然持って帰ってないもん。俺の方がすごいぞ。終業式の日に荷物を持ち帰る。先生トイレ。先生はトイレじゃないぞ。名前変えないでくれ。先生トイレと言うとなぜか怒られる。お母さん。なーに、たつき。あれ？あ、先生。先生をお母さんと呼ぶ。ゆいちゃん、ピアノ上手だからね。ピアノが上手すぎる女子。リュウジ、遊ぼうぜ。おい傭兵、やめとけ。先生にチクってやる。先生に言うと言うが本当は言わない男子。ちょっと何やってんの？先生に言うから。ところが女子はちゃんと先生に報告。おい聞いてるのか。授業始まってるぞ。いつまで喋ってるんだ。勝手にしろ。先生が怒って職員室に帰ってしまう。それでは宿題集めます。宿題やったけど忘れました。宿題やったけど忘れましたと言う。先生、宿題やってない。堂々と宿題やってない宣言。5時間目の座学は眠気との戦い。ホームルーム始めるぞ。みんなおはよう。リツオ、今日も遅刻ギリギリだぞ。ほぼ毎日遅刻ギリギリで到着。ズルする子はお仕置きです。お仕置き楽しみだな。先生のモノマネをする。増田先生ってすぐ怒るよね。私、あの先生嫌いだよね。先生の悪口で盛り上がる。大地急げ。こら、廊下を走るな。廊下を走ると必ず怒られる。白線の上を歩く。おい、ゆうた、傘は？大丈夫、迎えが来るから。じゃあな。雨の日は送り迎えがある。今日はここで解散だ。家に帰るまでが遠足だからな。はい。家に帰るまでが遠足という先生。やべ、寝たふりしよう。先生が来たら寝たふりをする。おい、遊ぼうぜ。入ってくんな。女子部屋に入ってくるやつがいる。遠足の帰りは寝てる。さあ、リュウジ君、早い。足が速い男子はモテる。ほら、ドッジボールは本気になる。佐久間、行くぞ。リュウジ君、すごい。バスケでゴール入ると歓声上がる。